ようございます。今日は11月9日、私の20歳の誕生日です。イエーイ。別に予定は何もないんですけど、でもケーキぐらいは自分に買ってあげようと思うんで、まず朝ごはんを今から食べます。お話タイム。私は5人家族で、お父さんお母さん私と弟とワンコ一人いたんですけど、お母さんは29歳の時に心臓の病気で亡くなったんですけど、私が6歳の時で、弟が2歳ぐらいの時に、お父さんはその2歳と6歳の子供を一人で家事もしながら仕事もして、お弁当とか学校の送り迎えとかも全部一人してくれたおかげで、こうやってすくすく育ったわけなんですけど、お父さんには感謝してもしきれないぐらいめちゃくちゃ感謝してます。お父さんありがとうございますもちろんお母さんにも感謝してます。このように産み落としていただいたおかげで勉強もできますし、 YouTube もできますから、すごく感謝しております。ほとんど記憶、お母さんの記憶がなくて、声も覚えてないし顔しかわかんないんですけど、私はお母さんと一緒に買い物したりカフェに行ってご飯を食べたりとかができなかったから、すごく周りの家族の親子がすごい羨ましいんですねすごく羨ましいです。で、お母さんがすぐそばにいるというのは当たり前ではないと思いますから、皆様のお母様をすごく大切にしてあげてください。はい、勉強も今まで以上にめちゃくちゃ頑張りますし、 YouTube の動画ももっといいものを作れるように精進いたしますので、というかこれからもよろしくお願いします。で、いつも見てくださってありがとうございます。じゃあ今からお買い物に行ってこようと思います。で、最近この辺の模様替えをしたんですけど、ルームツアーするので、その時に詳しくご紹介します。She's curled up on the sofa on the landline, talking to her sister about whatever, and she can't help but make me smile. 今帰ってきました。で、今日はマカダミアトフィーなんとか。これめっちゃ美味しい。Stay up too late, but we今からお昼ご飯を作ります。今日はアボカドトーストです。できた。これが今日のお昼ご飯です。まあ、いつもとあんまり変わらないんですけど、なくしもしているということはあると思います。特に無意識の場合ね、今日2つ授業があって、1つが文学で、もう1つが国際関係論の授業があります。
で夜に誕生日のケーキを食べようと思います。着替えてきました。今日8時半からライブ配信をするんですけど、そのためにちゃんとした服を着ました。まだ時間があるので勉強と課題を今のうちにやっとこうと思います。ライブ配信中にこれを食べるのですごく楽しみです。それでは今からライブ配信をしてきます。じゃあねまた後。ライブ配信が終わりました。誕生日のやつで来てくださってありがとうございました。明日テストがあるんですけど忘れていまして、今からちょっとだけ勉強しようと思います。お酒結構飲んだんですけど酔ってないから大丈夫です。では今から寝ます。バイバイ。おはようございます。今日は11月10日の火曜日です。今日は早起きする予定だったんですけど普通に7時過ぎてました。小テストが今日一つあるので朝ごはんを食べながらその勉強を今からします。これが今日の朝ごはんです。She doesn't have to care about the, you know, other opinion. Are you worried that if there's a scandal? 授業が終わりました。今からコーヒーを飲みます。これを飲みます。マシン用のカプセルがもうなくなっちゃって新しいのを買わないといけないんですけど、まだないので今日は使いません。Staying on a Saturday night. We don't gotta go out just to have a good time. 今日は iPhone 携帯を買いに行きます。12に変えます。In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night.I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day.今帰ってきました。新しいのゲットしました。バックアップをパソコンに取ってたのでそれを復元します。私のスマホの中はこんな感じです。 The system for rewarding warriors, what is life from Northeast Asia, but with perhaps that exception, the Mongol invasion, and even if we include modern Chinese, because include southern China under Mongol control, after 1270, and also have subjugation of the expanding area under control, in fact, it's divided among different, you know, relatives and commanders that serve. と自分に買った誕生日プレゼントが届いたのでそれをご紹介します。じゃん。イソップのボディクリームです。ずっと欲しくて迷ってたんですけど誕生日ということでもう思い切って買ってしまいました。ここに置いときます。
これが今日のご飯です。で、今からこのリーディングをしてライティングをやります。